こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて今回は企業様より CPU クーラーのご提供をいただきました。その企業様というのが。はい。みんな大好き CPS さんですね。CPS さん。今まで動画にしたことありましたっけ？実はあるんですがないような感じで、まあ意味わかんないじらしはやめてもう普通にお伝えしちゃいますと。CPS さんっていうのは PC クーラーさんがこの度立ち上げた新ブランド、という位置づけみたいですね。多分過去にレビューした K4 で覚えてる方が多いかと。ああ、思い出しました。かなりコスパいいクーラーを出されてましたよね。そうそう。その PC クーラーさんの新ブランドからの空冷クーラーのご提供をいただけたという次第でございます。では、今回ご提供いただいた製品をまずは簡単にご紹介しますと。今回ご紹介させていただくのは RZ620 という空冷クーラーですね。お、2連ファンタイプの空冷クーラーですか？ですね。立ち位置としてはコスパ機種というよりは、高級機、高性能機といった位置づけになるクーラーかと思います。で、仕様を見る限りこだわりポイントはモダンデザインと冷却の強化、って感じですかね。水平と垂直どっちに配置してもいいってのはいいよね。私的にはクーラーなのに、3つのモードっていうのが気になりました。そうですよね。モードの概念ってのは私も初めて見たんで、どういうことかなと思ったんですが、これは実際に動作させるパートで説明します。あとはトライフォースデザインと名前がついてるみたいですが、三角形を基本とした幾何学デザインですよとか、ファンはノイズと風量のバランスにこだわってるなどのポイントがあって、全体的なスペック表としてはこちらですね。重要なところでいくと、対応ソケットはインテルは 1150K 全般、1200、1700って感じで、AMD は AM4、AM5 どっちもいけますね。で、これが後で説明するのも含めてなんですが、ファン速度は500から、最高で 2200rpm での回転に対応。おお、2200ってかなり速いですね。速いです。例えば AK400 に付属のファンは 1850rpm までだし、同じ PC クーラーさんの K4 についてたのは 1600rpm までなんで、この最高2200ってのは相当高い回転数ですね。で、あとは私的には対応 TDP が気になったんだけど、現段階でいただいてる仕様には明記はされてなかったんだよね。ただ、もらった仕様の中で 260W で分回してる CPU でも温度が87度だよ。ってのがあったんで、そこから考えると最大対応 TDP は 300W 近いんかな。強い。超高回転ファン、でかいヒートシンク、6本もあるヒートパイプ。まさに空冷の最強を狙いに来たような製品って感じですな。かなり、派遣を狙いに来てる感がありますね。では前情報はこの辺にして、そろそろ本編に入っていきますか。ではまずは開封からやっていきましょう。製品の箱ですが、結構力が入ったデザインですね。メタリックな感じでおしゃれ。オレンジの差し色が、ところどころに入ってますが、この黒とかシルバーにオレンジっていうのが、CPS さんのイメージカラーなんですかね。そうっぽいですね。この後実際に製品も開封しますが、カラーとしてはその色使いを意識している感じでした。では実際に内容物を見ていきたいと思います。内容物に関しては目についたものから出していきますね。まずは黒い箱が入ってました。定番ですがおそらくこの中にネジや固定具などが入ってそう。で、次に白い袋に包まれたこれはヒートシンク部分っぽいですな。デュアルファンタイプなんで、U 字っていうのかな。そんな形。で、あとはクーラーに取り付けるファンが2個ですね。CPU クーラーとしては、必要十分な付属品って感じですね。そうそう、開封して思ったんだけど箱に対して製品は思ったよりもコンパクトなのが入ってたんですが、梱包材はかなりしっかりめ。確かに結構厚いですね。では取り出したものを見ていきますか。まずは本体とも言えるヒートシンクから。デュアルファンタイプは久々に触るから楽しみ。おー、デザイン結構かっこいいな。いや、黒いいっすね。めちゃめちゃかっこいいな、これ。ちょっとオレンジが入った、なんか、ここも、幾何学模様っていうか、近代的デザインみたいな感じになってて。いや、これ、上のパネルもそうだけど、めちゃめちゃかっこいいですね。基本的に PC 開けた時に見るのってこっち側からなんですけど、この黒にオレンジのワンポイントが結構いいですね。あとはヒートシンク側面には波っぽい感じの模様が入ってますね。最近こういうオシャレヒートシンクの機種多いっすよね。というか、やっぱり黒かっこいいですね。
PC パーツって基本黒系か白系に分類されると思うんですが、私は黒系が好きなんでこのマットな感じの黒は大歓迎ですね。で、次に付属のファンに関してですが、これまたかなりデザインがかっこいい。ヒートシンクに合わせてマットな感じのブラックで、中心部は光沢感のある仕上がりになっていました。真ん中には CPS のブランド名が入ってますね。かなりスタイリッシュです。回転もかなり滑らかそうですね。 LED はついていないファンという感じでしょうか。そうですね、 LED は非搭載になります。では次は付属していた箱の中身を見ていきましょう。まずは取扱説明書。これはほぼ全部使いですね。インテルと AMD、それぞれのソケット形状に対しての取り付け方が載っていました。わかりやすさは十分かと思います。というか、このクーラーも取り付けは虎徹や AK400 同様モダンな構造なんで取り付け自体超簡単なんすよね。で、さらに白い袋の中身は、まずは付属のグリスですね。私は今回は検証環境の統一のため、他のクーラーでも利用している MX4 を使いました。定番のやつですね。で、その他の内容物は取り付け用の金具と、デュアルファンなんで、マザーの CPU ファン端子を2分割するスプリットケーブルも入ってました。パーツ点数も、インテルと AMD で、この数なら多くはなさそうですね。今から組み立てに関してはもうちょい触れますがめっちゃ簡単ですよ。すみません、私が動画編集をしている段階だと説明書がネット上に存在してなかったんで、家でプリンターで取り込んだものになるんですが、取り付けを簡単に表すとたったこの2ページです。シンプル。最近どのクーラーもこの形式に落ち着いてきていますが、インテルの場合、まずバックパネルをつけて、その上に支柱と土台になるパーツを置いて、グリスを塗った上でクーラー本体を土台パーツにネジ止めして終わり、AMD もほぼこんなレベルで付けられるんで簡単だよね。初めてでも、5分くらいで取り付けできそうですね。ですね。今ヒートシンクつけてみて、でっかいんですけど、ここにね、こういうガタってこうくぼみが作られてるんで、かなりの大きさのメモリまでいけますね。今ついてるメモリもコルセアの割とでかい5つ目のヒートシンクがついてるやつではあるんですけど、それでも全然余裕ありますね。もう指1本分以上余裕あるんで、まああの LED がついてるちょっと厚めのメモリとかでもこれだったら全然入りますね。ってことで、さすがにこの辺はモダンな CPU クーラーとしてかなり研究というか設計段階で配慮されまくってる感じですが、メモリ側もバックパネル側も、ここにめちゃめちゃしっかりマージンが確保されてますね。このコルセアのメモリで、これだけ余裕があるなら、ほぼ全部つきそうですね。パーツ同士の接触はほぼ気にしなくて良さそうです。で、最終的にファンまでつけた様子がこちら。どうすかね、個人的にはかなりかっこいいと思います。これ見てもらうと、ヒートシンクの下側に微妙に風が行くかどうかのラインだったんで、意識して裏側のファンは少し下に取り付けてみました。まあ、5ミリくらいの違いなんで、あんまり影響はなさそうな気もする。まあ大部分に風が当たっていれば問題ないでしょう。ではここからは実際に、冷却テスト、音量テストの順でやります。とその前に忘れるところだった。最初の製品紹介で、クーラーには3つのモードがあって切り替えられるって話したの覚えてますかね。先にそれに触れますと、ここにスイッチがついてて、ここで物理的に風量をコントロールできるっぽいですね。どうやらですね、スイッチ3つのパターンがあって、固定1800、500から2000の PWM 制御、固定2000らしいんで、私は検証したいんで、PWM 制御でやりましょう。真ん中にすると、PWM 制御っぽいですね。ということで、さっき話したモードなんですが、ケーブルの途中に制御端子がついてて、ここから3種類から選べますね。ただ、おそらく普通の使い方なら真ん中のマザー側での PWM 制御を選ぶんじゃないかなと思います。固定運用のメリットってサーバーとかかな？確かに、固定運用って、どんな時に使うんでしょうかね？固定500とかでめっちゃ弱風にできたら超静音 PC とかにできると思うけど、これに関しては基本的にマザー側で制御しちゃうんじゃないかなとも思いますね。ということでモードの紹介でした。では改めて。ではここからは検証に入っていきます。過去の CPU クーラー動画を見てくださっている方には定番の検証ですが、ファンの回転数を 60% に絞って、コアの平均温度が75度を超えたら自動で最大風速になるようにしております。つまり 60% 回転での粘りを見る試験って感じですかね。さっきのモードの話ですと、PWM 制御の場合は 2000rpm が最大でしたっけ？そうそう。
なので 60% ってことで 1200rpm での回転で粘りを見る。って感じになります。最高回転が速いんで 60% でも結構速いっすね。では早速 R15、R23 それぞれ試していきます。ではとりあえず1回回して、その後に過去の PC クーラーさんの K4 の温度データと比較をしていきたいと思います。ちなみに見てもらうとわかる通り、この CPU は 150W 前後で動作します。なのであくまで 150W 時の温度って感じで見てほしいんですが。マジかめちゃめちゃ冷えてるなこれ。75度どころか70度も超えないじゃん。あ、ベンチ終わった。おおやっぱすごいいい結果ですね。当然平均75度を超えてないので、乾燥までは 60% の回転数で粘ったわけで。過去に検証してきた空冷クーラーの中でも相当に冷えてると言えると思います。参考までに同じく PC クーラーさんの K4 ですが。左が今回の RZ620、右が K4 ですね。最高温度は RZ620 が70度、K4 が71度って感じで、全コア平均温度を見ても RZ620 は約68度、K4 は69度で1度差かな。おお、でも、こう見ると、K4 の結構頑張ってますね。ですよね。ただ、次の R23 でかなり差が出ます。では次はわかりやすいようにベンチ中の映像をどっちも並べてみていきましょう。注目は、平均温度が75度を超えるまでの時間ですね。少し先行して、K4 の方が温度が高くなっていってますね。そうですね。K4 はこの時点で75度を超えたコアが出始めました。もう少し見ていきますと、だんだんと K4 の方は70度台も中盤になり。はい、今のタイミングで K4 は平均が75度を超え、クーラーが最高回転になりました。温度が全体的に少し下がるのが確認できると思います。一方で、今回のクーラーの平均温度は、72度くらいでしょうか。かなり違いますね。で、一旦 RZ620 にフォーカスして、4倍速でベンチ終了まで見ていったんですが、R23 を乾燥まで 150W キープで回した結果、一度も平均温度が75度を超えることはありませんでした。最後の最大数値を見ても平均 74.37 度ですね。ってことは？はい。このクーラーなんと回転数 60% で 150W 動作の CPU が R23 乾燥できます。何回か回して、多少のブレはあったけどほぼこんな結果でした。強すぎんよ。まあ、今回も74度ちょいなんでギリギリではありますが、にしてもすごい。じゃあこうなってくると気になるのが、PWM 制御の最大回転である 2000rpm で回すとどれだけ冷えるのかってことっすよね。というわけで試します。最初っから全開回転。フルで分回して R23 の温度を見ていこうと思います。ということで分回していくぜー。ゆっくり温度変化を見たい方は、スローでお楽しみください。ってことで回転数を制御上限にすると、温度の最大、と書かれている部分に注目してもらって、60% 回転時は最高温度78度の平均 74.37 度に対して、100% 回転で動かすと最高温度75度の平均 72.25 度。最大温度は3度、平均温度で2度ほど変わりましたね。あれ、でも、思いっきり回したにしては、3度くらいの差なんですね。そうなんです。私もいろんなクーラーを試してわかったんだけど、ファンの速度って実は 60% とか 70% でもかなり冷えるんすよね。まあ、60% から 100% で回して、150WCPU ではあまりある性能ってのはわかりました。多分ですが 200W くらいの CPU までなら普段使いで常用できるでしょう。では最後に風量と音の関係を見ていきます。いつもの検証設備で風量に対しての音量を実際に見ていきたいと思います。ファンコンで風量を 50% にした時と 100% にした時で音を聞いてみます。では 100% に上げます。音量の変化を比べてみます。では同じ PC クーラーさんの K4 と比べます。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。過去動画で K4 とさらに別の空冷クーラーとの比較は出していますので、もっと気になる方は合わせてご覧いただきたいんですが、私の感想としてはやっぱりデュアルファンであることと、高回転であること。この2点から RZ620 のガオト自体は大きくなってしまってはいますが、逆に、ファンの数が倍になって回転数もかなり上がってるにしてはそこまで大きな音量差、という感じではなかったですかね。まあ、確かに、RZ620 の方が音は大きかったですが、K4 に比べて爆音かというと、意外と同じくらいな感じでした。まあどうしても回転数が高いって部分で音が高音のキーンって感じになりやすいんで、それがどこまで気になるかってところはありそうですが、個人的にはこのレベルならケースに入れればまあほぼ気にならんレベルですかね。あと質がいいファンって感じるのは高回転でも軸ブレとかがないんで、無駄な振動とかがなかったです。ということで、以上で検証を終わろうと思います。はい、ということで今回は、PC クーラーさんの新ブランド CPS さんより、デュアルファンタイプの空冷クーラー、RZ620 をご提供いただいた内容でございました。個人的には冷却性能はかなりいいっすねこれ。私が持ってる CPU って、一番消費電力高いのでも 150W くらいなんで。それで長時間動画の書き出しをしてもこれだったら多分80度超えることはまずないでしょう。あと何より上のプレートのデザインがマジでかっけー。黒に、オレンジって、やっぱり合いますよね。すごく良いと思いましたということで、今回紹介させていただいた製品のリンクは概要欄に設置しておきますので、ご興味がある方はぜひ合わせてチェックしてみてくださいませということで、今回の動画はこの辺で、カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。